ドコモ携帯 SH-07F は、シャープが開発した、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末、ドコモ携帯の一つである。本端末は NTT ドコモ2012年冬モデルで、ある SH、SH-03E の事実上の後継機種で、ある、防水ス,スタイリッシュ携帯というキャッチコピーとなっている。全モデルにあたる SH、SH-03E の 横幅サイズはそのままにディスプレイを3.0インチから3.3インチへと約20%拡大させている端末の前面パネルにはアルミ素材を採用したほかサブディスプレイの窓枠はダイヤモンドカット加工でアルミパネルをやや深めに彫り込むことで高級感を演出している画面サイズのアップと合わせてメニュー画面上のアイコンや文字表示を大きくしたほか 操作キーも機能表示を見直し、文字フォントを太くして視認性が大幅に向上している。サブディスプレイも透明度の高いくっきりした見た目にし、フォントも太く見やすくなっている。その他、1、2GHz のスマートフォン並みの高速 CPU を搭載しているほか、NTT ドコモのスマートフォンで採用されているドコモパレット UI を採用しており、スマートフォンのようにアプリケーションや、 機能などをグループ分けするることができるパスワードとは別に保護者用の暗証番号を設定することができ、電話発信、メール送信、ブラウザ、カメラ、ワンセグなど、子供に使って欲しくない機能の利用を制限できる、親子モードやサイドキーを長押しするだけで、周囲に危険を知らせると同時に、事前に登録しておいた緊急連絡先に自動的に発信できる。 防犯ブザーなどとといった安心機能も引き続き踏襲されている。2014年6月26日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。2014年8月25日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。受信時 7.2Mbps、送信時 2.0Mbps、報道発表資料。 ドコモ携帯 SH-07F を発売。NTT ドコモ。ありがとうございます。